しばらくぶりになりました、栃木フットボールマガジンチャンネルのとちらじです。今回もゲストをお呼びしてます。下野新聞の栃木市番記者の伊藤記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんにちは。今僕は宮崎県のキャンプの方に来てまして、伊藤さんとはこう、はい、ズームでつながってまして、まあ、ちょっとね、本当は宇都宮でこれとりあえず新加入選手のことについて話そうみたいなことを言ってたんですけど、まあ伸び伸びになっちゃってで結局このタイミングになりましたけど、はいはい、まあキャンプが始まったんですけど、とりあえず新加入選手どうなんだとか、チームの雰囲気どうなんだとか、その辺をサクッとこう話せたらお伝えできたらいいなと思ってんですけど。そうですね、はい。あれなんですよ、今ズヤスさんが言った通り、はい、僕はキャンプ始まったのに宇都宮にいるわけで、はい、ちょっとコロナのせいで、はい、いけないわけですよ今回は。はいはいはい。まあ去年はだいぶ行っていろいろ楽しかったんですけど、今年ダメなんですけど、はい、どうですか今昨日現地入りですよね宮崎。そう、僕もだから、昨日の夕方現地入りして、今日4日の午前中の練習からまあ見て、はい、なんかねちょっと最初感じたのはそれこそ1月の30日ぐらいのトレーニング見た後はオフが2日間オフ入ったりとかトレーニングマッチ入ったりとかしちゃってたから、で移動したりとかしてたから、はいはい、4、5、5日間ぐらい何にも生で見れずにこっち来て、こっち来たじゃないですか。それで例えば鳥かごみたいなトレーニングをやる時の何つうんだろう、はしゃぎ具合というか盛り上がり具合というか、ボールを誰がミスったとか誰がうまいプレーしたとかでは、こうワーキャーワーキャー盛り上がる時の盛り上がり具合がこの 4,5 日見てないかったけど結構盛り上がってるなと思って、打ち解けた感じで、そう、若干やっぱ打ち解けた感じは感じましたね。それがキャンプのこうね、寝食を共にするとかっていうのも多少影響してるのかなっていうのもあるし、チームが始動してからやっぱもうだいぶね2週間以上経って、まあ、少しずつだと思うけど前進してんのかなっていう感じはね、思いますけどね。まあ去年なんかだと結構早い段階からエスクデロ選手とか目立って、はいはい、ああ明るいキャラだななんて感じありましたけど、はい、今どうすか見ててこうなんかその辺の雰囲気作りみたいなとこでやってくれそうな感じの選手いるんですか、はい、今だからあれですね、やっぱねさっき僕ら西矢優輝選手のね取材ちょっとズーム通してやったけれど、はい、その話も上がってたけど、それこそ既存のメンバーの柳とか佐藤翔とかその辺、あと有馬とかそういう去年の雰囲気知ってる選手たちがこう頑張って声を出そうとしてる感じはありますよ。あるけどやっぱりエスクゼロ選手のなんかキャラクターまではやっぱどうしてもなかなか難しいじゃないですか、それを出すっていうのが生まれながらのですからね。そう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 、そこはね、まああれじゃないですか、オフの間エスクゼロ選手が怪我したとかいう中でさあどうなっていくかっていう一つのポイントだったし、だけどそのポイントに対して既存のメンバーがちゃんとそこを意識してやろうとしてるっていうところがあって、まあでもあれじゃないですかね、田坂さんも監督も言ってたけどそんなすぐにねそうはならないからっていうところもあるし、まあそうですね、まあこれからのお楽しみじゃないですか。あとはこうリーグ戦始まって勝ち負けがついてくると勝ちたい、ま、負けたくないって気持ちもくっついてくるから、そうするとその一体感っていうのはこう形作られていくよ、いくかなっていう、僕個人はあんま心配してないですけどね。本当なんかその結果がついてきた時に良くも悪くもその引っ張っていけるキャラが出てくるかどうかが本当に今年の
鍵なんじゃないかなっていう気がしてて、うんうんうん、まあやっぱ去年とか城雅也とかすごかったじゃないですか、その辺のこう引き迫る感じとか、はい、はいはいはい、あの辺の秋元選手が抜かれた以上にその辺の精神的なと柱のところが実は痛いんじゃないかっていうのは思ってて、まあ、そこがそうですよね、プレー云々よりか精神的なもう本当にあれですよね、引っ張っていけるっていうところがポイントっすね、だいぶね。そうですよね、それ出てきてくれるといいんだけどな。あの去年の試合でいうとアウェーの岡山で逆転勝ちした試合あるじゃないですか、はいはいはい、相手にあの先に先制されたけど、先制されて追いついたんだけど勝ち越されて、だけどその後にコーナーキックから田代雅也がもう すかさず追いついた、なんかもう危機迫るゴールがあったんですけど、ありましたね。でそれで追いついて最後に矢野貴章 あのカウンターからのゴールであの逆転勝ちみたいな試合あったんですけど、そうだそうだ思い出した。なんかああいうゲームをこうものにするとかっていうところのあれですね、危機迫る感みたいなのはもうそれピッチ上の話ですけど、まあ、それはなんか練習の雰囲気からなんか通ずるものだったりするかなとかってちょっと思ってるから思うんで、そういうところかな、際ですね、本当際の部分。これはまあ始まってみないと分かんないっていうのがあるから、うん、なかなかどうなるか分かんないですけど、うん、でも どうですか、今こう新人もある程度取材も進めつつ見てて、面白いルーキーっていうか新戦力は、はい、あ面白いなと思うのは一番、いやまあもちろん力のある菊池大輔、上田浩太あたりはまあもちろんそうなんで、やってもらわない、やってほしいしやってもらわないとこもあるっていうのはあるけど、はいはいはい、なんか面白い、見てて面白いなと思うのは松本凪ボランチ、あ彼試合多分結構使われるような感じの印象あるんですけど、普通に何かやれそう、まあ、プレあの守備の強度っていうところがまだ大きいところであんま見てないか分かんないけど、まあ、そこら辺を土地基準にあのアジャストさせてやっていくとうまさはあるんで、展開力あるし、そうですよね、で栃木のやり方にすんなりこう順応する方向に持っていけば面白いなと思うのと、ハードワークもできるだろうし、あと彼ね、あのセレッソの番記者の人とかから聞いた時の一つの懸念みたいなのが、結構あの縦パスを入れた時にこうインターセプトされちゃって、それで相手にカウンターを食らうみたいなシーンがセレッソの、まあ、アンダーの23のゲームでは結構そこら辺は一つ課題だったとかっていうような話も聞いたんですけど、まあ、確かに そこら辺の見極めだとか判断というのは精度っていうのはあるんかもしれないけど、これまたでも栃木の場合の縦パスの入れ方ちょっと違いますからね、他のそのいわゆるビルドポジショナルなチームと比べた時のあの縦への入れ方のラフさというか、でその縦に入れた時の周りの反応、サイドハーフ、ボランチ、フォワードの反応とかってちょっと違うんで、それがむしろあのアグレッシブな方がプラスに出る場合があったりとかするから、そもそも縦パスが 50-50 でいいみたいなとこも若干あるし、なんかそういうとこも含めてプラスに出たら面白いなっていうちょっと存在かな今思ってるのは。じゃあもうそのままでいっちゃって大丈夫ってことですね。そうそのままでやってくださいみたいなで、うん、まあもちろんあの本人がチームのやり方とかを素直に聞いてじゃないけど、あのそこにアジャストさせながら自分のプラスアルファ出すっていうようなことを考えつつ やるっていうのは大前提ですけどね。ただ能力はやっぱ落ち着きがね違いますよね。そうですね、あの J3 のダゾーンしか見てないですけど、まあ、はいはいはい、そう落ち着きは違うから、だからまあでもそれはやっぱセレッソのね選手たちはみんな栃木に来た選手たちはみんな
うまかったんで、これからですよやっぱ、うんうん、試合で活躍できるか、しかも90分間、はいはいはい、強度を保ってハードワークして決定的なね何かをやってしまってはいけないわけだから、これセレッソブランドの進化が問われてる問われる。ここ白ね、白黒をこうちゃんとこうはっきり白に持ってくっていうところをね、若干19歳の彼が担うという感じかな。あとはでもみんななんか面白いんですよね、今年のなんか若い選手たち、あの実力があると思われてる選手たちはまあとりあえず置いといても、あのさっき言った上田浩太、菊池大輔とかそういうのは置いといても、あまあ畑純喜にしても、まあ、ベテランにはまだ入らない年齢だけど、ちょっとコンディション上がってきましたよ今日の練習見せたら。いや本当ですか、まだね、うん、あの宇都宮にいるときはちょっとそう走りとかも含めて、うん、なんかまあこれからなんだろうなっていうのが、そうちょっとね見れたじゃないですか、そういうのようやく来ました今日のね、トレーニングゲーム、まあミニゲーム的な感じだったけど、やっぱりね自分でフォワードにボール入った時の自分のこうゴールシュートまで持っていく形みたいなのがあって、形があるからあのシュートフィニッシュまで行くまでが迷いがないし、だから早いんですよね。でそう早いと今度パスも生きてくる、なんかそんな印象は受けましたね。でやっぱパンチ力あるシュートに、なるほど、あの自分のここにこうやってここに運べば2桁いけそうですか、2桁、いや試合コンスタント出ればいけんじゃないですかね、なんかそんな印象は今現時点でありますよ。体やっぱあと強いし、体の入れ方とかラフなボールに対しての体の入れ方とかやっぱうまいし、当て方とかタイミングとかすごくうまいから、まあ、ポストプレー的な感じの起点になるシーンもありそうだなっていう感じの印象を受けてるから、まあ、あの評判通りな感じ、コンディションだけじゃないですか、うん、あとはどうやって上げていくか。ああなるほどなるほど、でも宇都宮にいた時よりか上がってるから多分順調だと思いますよ。いいですね、じゃあそこは、うん、だそこはいいとして、あと若い選手、伊藤さんでも若い選手話聞いててどうすか、なんか感じよくないですか。いややっぱあれですよね、大前提としてまず栃木 あのサッカーに全員がハマってるじゃないですか、ちゃんと、はい、そうそう、なんかその上で どれぐらいできるかみたいな話で、うんうん、なんかそういう意味では面白いなっていう感じはしますけど、例えば松岡リムとか、はいはいはい、なんか足元はやっぱり幼少期からそうそうユースで積んできたみたいですけど、はい、その上で境内でめちゃくちゃ厳しくやってきたじゃない、やってきたって言ってたんで、そうそう、なんかやってくれそうな感じがするなっていうの期待大ですね。慶応大での最後の試合でなんか、自分の走行距離とかスプリント回数とかをちゃんと測ってずっと測ってたらしいんですけど、13キロぐらい 走ったとかって言ってました。でにスプリントも25回ぐらい走すごいっすね言ってて、そこはなんかやっぱ相当自信持ってるテクニック、はい、だから FC 東京の U18 でテクニックは当然目が開かれてそこで10番とかつけてたんかもしれないけど、大学行ってさらにハードワークと、まあ、運動量とスプリントの回数と、なんかすごいっすね、すごい、なんかね栃木にクルブックして入ってきたみたいな感じがある。すごいですね。いやまだ全然ね、その数値はだって去年だと黒崎ぐらいじゃないですか。そうそうそう、その数字をね、やでそれフォワードでやってるってことはもうがむしゃらにハードワークしてプレスバックしてみたいなね、相手のボランチちょっかい出すみたいなことをや、うん、それこそ去年のフォワードで言ったら、まあ、秋元もそうだけど榊翔太がやってたようなね、もう相手のボランチのとこくっついてくるの大変なんだけど、それをこう下がってプレスバックしてちょっかい出して、そこで足引っ掛けてそっからショートカウンターみたいなことをもしかしたらやれる可能性を彼は秘めてるし、あとその上で
ドリブラータイプなんでしょ結構。そうそうそう、細かい運べるし、森戸式とまた違う、こう狭いペナルティーエリアの中入るときに侵入するときのあの細かいドリブルのタッチで狭いところにこう仕掛けていく、こう前傾姿勢のドリブルみたいな感じ、森戸式よりかもうちょっと細かくしたようなドリブラータイプ。それの選手っていなかったから去年、はい、いなかったですよね、うん、そういう選手はいないからちょっと困っちゃった時も試合もあったし、相手が引いちゃって、はいはいはい、手詰まり感がね、そうそうそう、相手が栃木がこう長いボール入れてくるからってディフェンスラインがちょっとこうサイドバックもボランチも下がっちゃって、あの構えちゃってるようなところに入れてもあんまり効果がないっていうような試合の時に有効なのはやっぱこうえぐるようなドリブルでみたいな、うん、そういうプレーはやっぱ必要。あのベルディに逆に栃木がやられた、あのアジスタかなんかでね、やられアジスタだったかな、アジスタでね、左右左は荒い、右はクレビーニョだったかな、まあ、ドリブルでゴリゴリやられて、サイドからワンツーでえぐられてみたいな作られたんだけど、まあ、そういうプレーがあると相手が引いててもそうそうそう、ね、あのそう打開できる可能性が上がるんだけど、そういう選手が去年はタイプ的に栃木いなくて、はいはい、でも松岡で今その辺は期待できるなっていうのはある。なんかしなやかっすね、なんか面白い、なんか人気出そうだなって感じあるし、あのそう、しかもあの超礼儀正しい、礼儀正しい、うん、超礼儀正しいですよ。だってあのズームで取材するじゃないですか、はい、で普通選手ってあの始めますって言ってよろしくお願いしますって始まるじゃないですか、はいはい、普通に、はい、でも彼はあのよろしくお願いします松岡リムですって言うんですよ、はいはいはいわざわざこう自己紹介を入れてくる、はいはい、この礼儀正しさ、はい、それなんかいいなと思って、多分いいかあれだよね、ご両親に恵まれたって言ったらなんか言い方変だけど、あの、はいはいはい、FC 東京からトップ昇格するかできる可能性もあったみたいだけど、そこから慶応大の方に行く時も、まあ、しっかりね相談してあの決めたっていうのもあし、今回プロ入りもしっかりご両親と相談してとか、なんかね、なんかすごい家柄良さそうだなみたいなね育ちがいいなってのを感じるし、あの実際インタビューしててもなんかすごいあの落ち着いて聞いてそれをしっかり返してくるって感じあるじゃないですか、なんかそれがすごいすごい、こっちも聞かれてる感があってあのちゃんと話さなきゃみたいな感じになる、はい、あ逆にね、なんかもうすごい頭良さそうだなみたいな感じに思っちゃうな僕なんかいや頭よ、そうですね、頭の良さだいぶにじみ出てますね。あの礼儀正しいとかで言うと、あの 上田啓太選手も礼儀正しいですよ本当。あ、はいはいはい、今日ね、あのなんかこう、あそうだ、僕まだ聞いてないんですよ上田選手。あ聞いてない、あれでしょ、青柳さんが聞いたやつでしょ。でもすごい頭いいっていう、すごい、あのそう目の付けどころと勘どころがいいというか、あのこっちが聞きたいと思ってることを予想してそれを話してくれるというすごいなと思って、ああ、まあ、これなんかその勘がいいというか、そういう勘の良さって、監督に何か言われるとかコーチに何か言われるとかを何を言ってるかっていう受け取る力だから、受け取るあの、まあ、力ですねやっぱり、ね、そこの理解力もそうだけど、はいはい、それで理解した上で、はい、プレーで体現する練習も監督コーチが用意するメニューの意図を理解してそれを表現するっていう力だから、それってインタビューにもろに出たりとかするんだけど、それはなんかあったの、ある選手だなと思って、あのそういう選手って、まあ、伸びていくから勝手に、だからなんか吸収力が、そうそう、水沼コーターとかも昔ね、もう10年前か10年前になっちゃうけど、栃木に来た時にもそういう感じだったから、あなんかまあね、今年栃木でプレーして経験積んでその後どうなっていくかちょっとわからないけれども、あのまあ貴重な
今ね、後で振り返った時の栃木での1年っていうのはすごく大きな1年だったって言ってもらうような1年になったらいいなというふうに思うけど、今日もね、あのキャンプ行って、あの俺がカメラ構えてたら刺さってきて、おはようございますとかね、なんか言ってくれるような子で礼儀正しいなと思ってなるほど、これは愛されますね。そう、愛されると思う。あのプレー強度だとか、ね、本人も言ってたけど、やっぱ強度の中で、これだけの強度の中でプレーしてると、だんだんやっぱまだやっぱ言っても18歳だから、その体力的なところがまだまだ足りない部分は多分あると思うから、まあ、そこが追いついていくのにこう時間は必要だと思うけど、ただやっぱ試合に使われて、短い時間最初使われていくと思うんですけど、その中ではでもそのプレーのセンスみたいなのがあるから、あれじゃないですか、使われていくうちに強度も伴っていくだろうし、まあ面白いですよ、彼も本当面白い一人だなってのは間違いないですね。まあ田坂監督ならその辺は積極的にね、あの投入しそうだしね。去年だって有馬孝太郎を開幕スタメンに起用したぐらいだから。ああそうか、これね、史上最年少。そうそう、あの若い選手はやっぱプロのピッチなんぞや、 J2 のピッチなんぞやっていうところが全然つかめないじゃないですか。結構ね、だから、うん、あの早めにデビューさせちゃった方がいいんですよね、言ったら。あ、一回こう出して、短い時間でもいいから、まあ、開幕スタメンとかでもいいんだけど、一回使うと。そうすると本人がなんとなく感覚つかめるじゃないですか。あ、こういうなんか試合へのこう入っていき方とか、このチームのやり方とかが分かって、実際最初緊張しますよ、もちろん。その中でピッチ入って、あ、こんな感じかっていうのは一回分かって、その後試合使われなかったとしても、あのその間、このその時の感覚を持って練習できるじゃないですか。その辺は田坂さん考えて、多分最初の方使ったりとかすると思うんですよね、去年そうしたように。まあね、有馬もそうだし、山本蓮とかもね、そうそうそう、あの J2 のピッチでいろいろいいとこ悪いとこ出しながら、最終的にああいうスーパーゴール決めるまでになったわけだから。そう、山本蓮も今年楽しみですね、ちょっとね、どれだけ。いや、そうっすよね、強度は。今日もすげえゴール決めてたんですけど。ああ、左足のね、去年のあの松本山賀戦みたいなね、あの、はいはいはい、血を這うようなこう左利き振り切ってくスカーンみたいな感じの決めてたし、まあ彼は若手の中では十分去年経験積んだし、まあまた再、ね、中盤結構人数増えちゃったから、さあコンスタントに出れるかどうかっていうところがまた一つクリアしなきゃいけないところだと思うけど、うん、まあでも彼は面白い実質プロ2年目。そうですね、って感じかな。10点取りたいって言ってましたね。10点取りたい、10点つうか、みんな今年10点取りたいとか多くないですか。それみんな叶えちゃって 100点ぐらいいっちゃうんですけど。ではいっちゃいますけど、これちょっとボランチでもみんな5点とかみんな言ってるの、松本凪とか、まあ、西谷勇気も言ってたし、そうですね、トータルすごいな、もう現時点で100点オーバーぐらいいってんだけどな。必然的にね、上田浩太とかいるから、セットプレーの点とかね、増えてるわけで。そうそう、セットプレーは確実にあれでしょう、点数は伸びそうな感じは、まあ、田代正也抜けたっていうのはもちろんあるけど、柳が残ったし、おもやとかってすね、今日ちょっと写真撮って思って、柳がいておもやがいて、こうやって並んで写真撮ったけど、なんかすごいシルエットが似てるというか、ごつい、身長は若干あの、もちろん柳189とかあるから、それに比べたらちっちゃい、あれだけ、あの低いけど、あのすごくがっしりしてるっていうか、だって空手やってたってなんか言ってましたね。ああ言ってましたね、はい、6年間小学校、うんうんうん、だから痛そう、ぶつかったら4って思い出す。あ、そう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 、
ヨンテも空手のやってる人とあれですよ、本当競り合いとかで痛いって言われる、よく言われるって言ってたじゃないですか、ヨンテも。はい、言ってましたね。あの腕でこうブロックする時の腕にぶつかるだけで相手が痛がる、はい、そうするで90分の中で相手の戦意を喪失させるじゃないけどそう、もしかしたら母屋君はそのなんか方向性をちょっとあるな、強そうなんだ、なるほど。で意識的に彼はなんかすごいね、めちゃ意識高いですね。いやそうっすよね、自分からガツガツいく感じ。なんかあのなんだ、なんか治療院みたいなとこに自分で通ってそのトレーニング方法とかを学生時代も聞き出しに行ってたらしい、はい、あそうですか。そうそうそう、今日もねさっき言ってたじゃないですか、はいはい、西田有紀のね、じゃあ練習後のそのトレーニング、まあ、走りのトレーニングというか、それをあのね、あの臨時コーチの杉本さんに教えてもらったメニューをやるってことを決めてるから、はいはいはい、でそれを見た母屋が僕も一緒にやらせてくださいみたいなね、まあ、なんかずっと今日一緒に練習後いるから何やってんかなと思ったら、なんかそういうことだったんかと思って。すごいな、合流1週間ぐらいでしょ。まだ合流1週間ですね。だから宇都宮にいた時の最後、キャンプ前の最後の練習とかにようやく来たけど、まだ多分クラブハウスで調整してたような感じだったから、はいはい、それで来て、もうなんか自分からグイグイ入っていくぞ的な感じでやってるじゃないですか。そうですね、コメントギラギラですね。コメントもなんか聞いた限りなんかそんな感じだし、自分からなんか結構言うって言ってなかったですか。あ、言ってました言ってました。結構 言うタイプだって。言っちゃうタイプ、言っちゃうタイプ、もっとやろうぜみたいな。そうそうそう、だからまあ大卒のルーキーだから、さすがにその先輩に対してっていう話じゃないんだろうけど、こう大学で自分がこう先輩として後輩を引っ張っていくとか、同年代を引っ張っていくって中でリーダーシップを取ってやるタイプっていう感じのなんか心の強さみたいなのがありそうで、なんか楽しみ、ね、楽しみだなという、なんかだからそうだって面白い、栃木と東海大一緒でしょ、うん、あの下馬評は決して高くないけどみたいな、うんうんうん、でストーミングでカオスを起こして上に行くぜみたいな、でそれで東海優勝しちゃったんだから、そう、もう一緒じゃないですかそうじゃあ昇格するみたいなね、昇格するために力になりたい、そのイズムをね、そう、まあ、そのまま見せてくれれば OK って感じかなですね。練習見る限り全然普通にやれそうな雰囲気はね漂わせてるから楽しみなんだけど、なるほど。だ残念なら多分おそらく今回のキャンプはトレーニングマッチはもう完全非公開ですね。だから多分 1ミリも多分見れないですから、まあそれはまあ、ね、1ミリも見れない1ミリも多分見れないですね。だからまあしょうがない、それはしょうがないから、まあ、練習とかね紅白戦とかやるのかちょっともう分かんないけど、まあ、そういうのから想像しながらだと思うんだけど、まあでもなんかこのオフは、いや確かに秋元だ、田代だ、黒崎だ、活躍した選手たちみんなね、あの塩田さん含めて抜けちゃったけど、まあでもあのなんだろう、各ポジション面白い、やっぱこうパーソナリティを持ったなんか面白い選手入ってきたなっていう感じはね非常に受けるから、そうですね楽しみだっていうとこと、まああとやっぱエスクゼロセルヒオという存在、盛り上げキャラ存在が今不在っていうのが、まあ、どういう風に作用するかなっていうちょっとした心配とっていう感じに怖いんだよなこれが。そうそう、まだそこがこううまい具合にね、でもそのうちあれじゃないかな、彼も今ねあのリハビリ一生懸命頑張ってるけど、それがある程度の段階終わったらグラウンドに顔を出してやり始めるはずだから、まあ、そしたら外からねガンガン声出して
とかあるだろうし、そうそうそう、行ったら彼に失礼だけど、その完全復帰じゃなくても、うん、グラウンドに戻ってくるだけでだいぶ違うから、だいぶ違うってのもあるし、そうそう、だからまあそうなんです、彼に頼、そこをね頼りっきりってわけじゃない、頼ってるばかりじゃダメだっていうことを思ってる既存のメンバーもたくさんいるし、まあ、そこがどういうふうにこう、こうつながっていくかなっていうところが、まあ、一つのポイントですかね。これ鈴安さんは今その栃木は今年どんぐらいまでやってくれそうだと見てるんですか？なんか読みづらいんだよな。まあ開幕してその去年やっぱ一つはやっぱ秋元がやってたあのハイプレスの強度がどういう風なぐらいの強度になって、でそこの強度が足りないだとかいうようなことになった場合にどういう風な戦い方をするとか、もうちょっとハイプレスの強度を下げるんだったらもうちょっとこうプレスのスイッチの場所を下げるか、いろいろ方法はあると思うんだけど、まあ細かいところかもしれないけど、まあそういうところの調整微調整みたいなのをチームとしてどうやって落としどころを見つけてやっていくとか、そういう感じなのかな。それはちょっと分かんないです、正直蓋を開けてみないとどうなるのか。あるところね、あの秋元のやっぱり穴がどこまで埋まるのか、詰まるところ形を変えるのか、そうそう、詰まるところそこだと思うんですよ。後ろの選手サイド、あの両サイドバックセンターバック抜けた選手いるけど、そこはあの正直この栃木のスタイルの中ではやっぱり前線のプレッシャー、中盤のプレッシャーってフィルターあっての最終ラインだから、あのそれは田代正也が自分もこの栃木のスタイルの中でのセンターバックの役割だとか仕事っていうのはそんなに多くないみたいなことを言ってたじゃないですか。それは前の選手たちがあれだけ頑張って限定してるくれてるからっていう話してたけど、いやまさにそうで、そうなんですよ。だから結局後ろのメンバーが抜かれるとかでいろいろしたけど、そこはあの正直あの大丈夫とは言わないけど、あのそこじゃなくて一番最大のポイントは秋元がいなくなったところで、それをそのまま代わりでやるっていうのはやっぱちょっと難しいと思うんですけど、ただタイプが違う選手たちが、フォワードだったら畑純喜にしろ、はいはい、松岡リムにしろ、あるいはジュニーノなのか、あるいは菊池大輔がフォワード入ることも多分あると思うんですけど、で有馬幸太郎とか、まあ、その辺あとまあ矢野さんがいてっていうところで、さあどういうふうな組み合わせでどうその辺のプレッシャー強度2度追い3度追い4度追い5度追いみたいな、まあ、それどうなるかなっていう感じかな。でもそれができれば一桁いく、そこがクリア しました、うまくいけましたってなればまた一桁に入ってくっていう戦いにはなっていけると思うんですよ。注意キープしながらとかそういう感じになっていくはずですよ。あ全然あんだから、だ今年 4つの降格の枠があるから、そこは非常に気になるし、当たり前にあのシビアな戦いにはなるのは間違いないんだけど、あのそうですね、でもね、あのこの時この今例えばいろんなメディアとかでね、まあ、僕もちょっとやらざるを得なくて やるけどメディアのその順位予想とかだと、はいはいはい、現状のその戦力での順位だったりとかするわけじゃないですか。要するにネームのバリューがあるとか、はいはいはい、そうすると町田とかね、チョンテセだったりドゥドゥだったりとかっつって、こうその予想順位とかってこうね、あの京都はじゃあ木瀬さんが入りましたとかね、いろいろね、あそういうのはあるんかもしれないけど、現時点でそれです。個々の戦力をこう見て、あいい選手揃ったなって言って順位予想するわけじゃないですか。でも栃木の場合個々じゃないじゃないですか。去年成功した理由、最大の理由って一つになったとか、一つの方向性向いた栃木スタイルをみんなが徹底できたってところだから、だからそういう意味で個々がどう、そのじゃあ経験が足りない、経験がまだ全然ない若手ばっかりだとか言ったところであんまり意味がない、あの組織としてやってるから。でそういうことが組織として
栃木スタイルを体現できるメンバーが集まったかどうかって言ったら、間違いなく集まったってことだけは言える。まあそうですね、それは間違いないですね。だからマイナーチェンジはあるかもしれない。さっき言った秋元のところのポイントでおけるマイナーチェンジはおそらくあるだろうけど、そんなネガティブになるような話じゃないっていう。去年以上に尖ってますよね、そういう意味では。こう尖ったハートワーク特化っていうか、濃度が上がった。栃木スタイル特化ですよね。濃度上がってますよね、間違いなく。濃度が間違いなく上がってる。各ポジションの濃度が間違いなく上がってる。一つボランチのポジションを取っても濃度が上がってる。うんうんうん、まあ、両サイドハーフもそうですね。まあフォワードもそうだよな。でディフェンスライン、若い息のいい選手が入ってきて、ゴールキーパー争いも分かんないですよ。だから今今日も見たけど、今どうですか水谷さん あのトレーニングがえげつないあれかわいそう。それね、思ったって。俺もあの東ジョンとか結構あのバシバシに鍛えられてるなって感じ。鍛えられてる。宇都宮の時からそれ思ってました、うん、もしかしたらフィールドよりなんかきついんじゃねえのっていうような。はいはいはい、あのゴールポストからゴールポストまでこうタッチしてそっからジャンプみたいなことを延々やってるんで、今日もやってたから、いや3人ともきついなあれ。4人ゴールキーパーだったら、4人と3人だったら順番待ちの時間がちょっと違うじゃないですかで3人だから、はい、ああこれはもう東ジョンがもうあの端正なマスクをこうね、こう曲がねじ曲げながらこうやってますよ、歯くしばって泥だらけででも鍛えられてんなっていう感じ。あのギリギリのところで手伸ばしてパンチングしてセーブするみたいな感じのイメージとトレーニングばっかりやってるから、はい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 、いやこれはなんかもう楽しそういう意味で楽しみだなみたいな感じ。あなんかね、あの東ジョンとかもそのまあ、フォワードがこうフィールドプレイヤーが何本もシュート打って、それを、キーパーで止める練習とかやってる時に、一本でもちょっと手抜いたら、なんだお前東、うん、グランパスは そうなのかっていう、あおるんですよ。そうグランパスはそうなんだ。そう。母ちゃんとかも。で違いますとか言って。母ちゃんとかも言われてるじゃないですか。おい、それ去年のプレーであったな、それ、みたいな。言われちゃうという得意のあれかみたいな、得意の去年も同じミスしたぞみたいなこと言われちゃうじゃないですか。何をみたいな感じでやってるっていうのが、なんかこの今年のゴールキーパーグループのなんか泥臭い感じ。確かに、あれはどうなっていくかな。面白い。なんかあれきつい練習すると一番何が変わるって、メンタルが変わるんですよね。はいはいはい。これはまあフィールドプレイヤーもそうだけど、素走りとかそうだけど、まあ、体力的なハードワークの数値が上がるっていうのはもちろんあるかもしれないけど、付随してっていうか、もしかしたらメンタル面のところが何クソでラスト10分だみたいな、あ逆転されたみたいな時の何クソの根性が出てくるとかまあそのメンタリティなんですよね、やっぱね、鍛えられるの。それキーパーがね鍛えられちゃった。意外と GK 伸びたりして、今年伸びちゃって、でやっぱり川ちゃんがそこのところは多分本人もいろいろ思ってるところあると思うし、でもそのメンタリティの部分でムキムキになっちゃったら、いいゴールキーパーになってっちゃうなみたいなところもあるしね。だそういう意味でもちょっと多分これはまさかの、そう面白そうだなっていうのもあるし、楽しみですね。楽しみなとこもあるし、まあでもちょっと蓋を開けてみないと分かんないとこも、何せちょっ と全然ゲーム見れてないから分からないの、はい、分からないのだけど、うん、まあだけど岡山戦開幕、その後秋田って続くなの流れでは勝ち点は絶対取んないとダメっていうような感じかな。いきなりね、難敵秋田が2戦目ですからね。これ岡山戦の比重高いですよね。いや岡山戦もだから難しい試合ですよ。去年は岡山は少しちょっとつなぐとっていうところ有馬さんが、まあ、意図的に降格がないっていうのもあったと思うんですよ。チャレンジしたんだと思うんだよな、チームとしてレベルアップするためのちょっとつな横バスつないでっていうところをやろうとしてた中で、結果が出なくて今年降格枠が増えるから、そういう意味で
あの開幕戦だし結果取りに来るっていう時の岡山は手もうかなり 手堅く手強いですよ。なるほど。でもね、古巣戦となる上田コーターですね、やっぱ固いゲーム、いやいや、そうですよ、開幕ゲームの固い緊張感のあるゲームの中で絶対セットプレーですから、どっちが、じゃあ岡山と栃木どっちがそのカード持ってんだって、今年はもう栃木が分取ったわけだから、分取ったっつうだけ、そう、まあそこが勝負っすね、一つね、リスタートで 1-0 で勝つっていう、それでいいと思う、開幕戦は。で2戦目は秋田戦はもうザ・ストーミング対決だから、もうど根性スーパー、もうラグビーみたいな試合なんじゃないかな、面白い陣取り合戦、陣取り合戦どっちもボールも持たない、あの、はいはいはい、いわゆるアクチュアルプレイングタイムっつって、あのピッチ内でプレーした時間の長さっていうのがデータで出てて、去年の J2 で最下位栃木、 J3 で最下位が秋田みたいな、みんなねどっちもねロングスローとかね、セットプレーとかね、あのね、その辺のポイントになってるからね、まあ秋田と栃木の試合はまあなんかすげえ、なんかすげえどつき合いだなみたいな感じになるけど、まあどっちも関西スタジアムですからね、栃木もセット、あのさっきも言ったけどセットプレーもそうだし、あと母屋がロングスローできるんでしょ、うん、そう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 、できるし、なんだったら母屋リスタートも蹴れるしね、そうですよね、上田浩太がピッチにいなければね、うん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 、上田啓太も蹴る人だから、上田啓太もリスタートは蹴りたいって言ってたから、ああそうなんですね、はい、で憧れは中村俊輔で、なるほど、それはまあユースの時も蹴ってたらしいし、まあ、右利きだけど、で今年は上田浩太がいるから、まあ、それ教科書として教わってますみたいなこと言ってたけど、まあ蹴る選手は今年は去年よりかオプションは増えたんじゃないかな、そうですよね、うん、まあ、面白い、まあ、菊池大輔も蹴るしね普通に、あ、はいはいはい、うん、だそういうふうにあの困らない、リスタートのところはやっぱりちょっとやっぱ強化しなきゃいけなかったから、そこはあれじゃないかな、去年よりかはだいぶ増えた、オプションも含めて増えたっていうような感じになってると思うんで、うんうんうん、まあそこで勝ち点取っていくっていうのはすごく大事だからね、いいんじゃないかなと思いますけどね。小堀空くんはどうですか。あ、いや、本人が言ってた通り走る、めちゃめちゃ走るじゃないですか、その印象の良さはあるし、あとは体はやっぱ強いですね、やっぱ見てるとね、でこのプレー強度というかプレーのスピードにも徐々にこう慣れつつあるような印象も受けるし、だそういう意味ではこの環境の中でやっていけばおのずと強くなっていきそうだなっていう、サイズがあるから楽しみだなと思うけど、別にでもあれじゃないですかね、そんな急いで結果を求める必要もないしみたいなところの1年なんかなってちょっと外から見てて思うけど、どっかでちゃんと必ずチャンスはもらってっていう感じにはなると思うんですよね。それがいつになるかは分からないけど、まあじっくり焦らずいろいろ鍛えていけばって感じじゃないですかね。ただ走れるからな、とにかく走れのね、とにかく走れっていう、秋元の遺言もあるから、秋元大先輩にそれも言われたから、それを守りますって言ってね、まあ去年のあれか、あの千葉戦でデビューねちょっとだけしてめっちゃ走ったしね、だそれをまずやると、そうそうそう、まず後半最後の方に投入されて守備ガツガツやってけって言われて送り出されるような、そういう多分最初起用され方じゃないですか、おそらく。あのサイズでね、うん、刈り取りに来られたら相当恐怖でしょ、相手もプレッシャーね受けるじゃないですか、だからまずはその辺りからじゃないかな、うん、なるほど、はい、そんな感じですかね、とりあえず、ね、ちょっと全員のことで言及できなかったけど、今ちょうどね、宮崎キャンプの午前中の練習が終わって午後のトレーニングが始まる前に収録してるんですけど、まあ、ちょっと
急ぎ足になっちゃって全員触れられなかったですけど、まあ、またあれですね、どっかで改めてやれたらと思うんで、はい、お願いします。はい、はい、ちょっとありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、じゃあ、気をつけて。はいはいはい、またじゃあこの後も。はいはいはい、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。